接風を送ってみたり、燻製にもしてみた。しかしどれも乾燥はさせられたが、お湯を入れても食べられる状態にはならなかったんじゃ。あっちゃん、苦労したんだね。しかしヒントは意外なところにあった。え？ある日の晩、安藤が台所へ入っていくと、妻が天ぷらを揚げていた。それを覗くと、それがどうかしました？よーく見ろベクター、天ぷらから泡が出ているのが見えるだろう。ああ、これ実は水なんじゃよ。水？そうじゃ、高温で揚げると天ぷらの衣が水分が蒸発して抜けるんじゃよ。ああ、なるほど。これだとひらめいた安藤は、麺を同じように油の中に投入。すると、あ、麺からも泡が出てる。水分が出てるってことね。その通りじゃ。こうして乾燥させた麺はお湯ですぐに戻して食べることができた。保存と調理の手軽さを両立したインスタントラーメンの完成じゃ。やったー。これが多くの人たちの心をつかんでの、1日6000食作っても注文が追いつかないほど大ヒットしたのだった。すげー。どうじゃベクター、安藤の偉業に感服したじゃろう。やると決めたことをやり遂げる彼の姿は本当にかっこいい。それに比べて、出来もしない宣言をして失敗するどっかの先生にはがっかりです。はい。あれ ?3 分23秒?いや、そんなはずない。あれだけですよ。あれ、実は。はい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 。息苦しいですよ。ベクター、今ラーメンを目当てに日本にやってくる外国人が増えているそうじゃ。そりゃそうよ、うますぎるもん。わしもラーメンは大好きなんじゃが、ラーメン店に行くと日本人はみんなズズズッとすすって食べとるじゃろう。あの音を聞いているとちょっと嫌な気分になるのじゃ。教授、それはもったいないですよ。もったいない？ラーメンはすすって食べた方が美味しいんです。え、本当か？
technical angle。まずは日本人のラーメンの食べ方を見て、麺を持ち上げたら一気にすする。あー、これこれいけてない食べ方じゃの。何言ってんの。すすって食べれば味だけじゃなくて香りも楽しめるだよ。すすって香りを楽しむ、どういうことじゃ。そこんとこ詳しく説明するわね。うん、これはラーメンの器を真っ二つにしてスープを横から